インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 こんにちは、どうも中村健太郎です。今回もこのいいねの数だけ腕立て腹筋やっていこうと思いますが、今日はね、あの動画本数がめちゃくちゃ少なかったということで、皆様方には大変ご迷惑をおかけしました。もう申し訳ございません。2時間に1本って言いながら今日はね、5本しか動画が上がってなかったと。5本も結構すごいと思いますよ、正直。じゃあ6本しか動画が上がっておりませんでした。確認していきたいと思います。本日、実はもう終わってますもう終わってるんですけど、まずいいねいただきましたのが、いいねの数だけ腕立て腹筋7月1日の結果発表の方が、いいねを10個いただきましたもう何、おっさんが腕立てするの面白いの本当。これね、どうもね、うちの塾の生徒のやつがやらかしてる疑惑あるんですよ、本当。もう今終わったところなんで汗だくですけどね。それから、本日の1本目というのをね、7月2日の上げてますけれども、こちらにいいねが7個ありがとうございます。今日のうさぎのミッキーさん、めちゃくちゃやっつけ動画だったんですけど、なぜかこちらにいいねが4つ。まあ、ちょっとね、今日はいろいろ、本当にいろいろなんか打ち合わせだったりとか、連絡だったり、いろいろあってですね、人と会ったりとかあって、ちょっと動画上げられないっていうねタイミングになってしまいまして、仕事行ってきますっていう動画がいいね7個、すいません、今日は動画上げれませんでしたのすまのですという動画に3つでですね、私、園田君からショートの分も入るのかっていうのがあったんで、あ、入るよと思ってショート上げたんですよ。台所のね、金玉式にもやし的なものが生えてきたという動画上げたんですけど、こんなことあんのかっていうね、の上げたんですけど、こちらですね、腕立てをする前の段階では再生回数も50ぐらいでいいね2つだったんですが、なぜか腕立てをする前に確認をしたところ、再生回数も200回近く、そしていいねの数も7個になっておりました。以上の結果で、本日は38回の、ちょっと増えていってない？ちょっとずつ。ちょっとずつ増えてきてる。おかしくない？まあ、38回の、いいねをいただきまして、ありがとうございました。まあ、おそらく同じ方が被ってての38個だと思いますけれども、そういうわけで、今日の腕立て、腹筋、正直言います、すいません。筋肉痛で腕立ても腹筋もできなかったので、本日は背筋でございます。ご覧ください。明日には復活すると思いますので、どうぞご覧ください。腕つった、やば。さて、本日は38回ですね。正直きつい。おマイク入ってるのかな。はい、もう腕立てのここの筋肉もダメだし、腹もやばいんですけど、一応頑張っていきたいと思います。足がね、浮くんですよね、腕立てするのに。これ肉か、うわー、無理だ。いただきます。おおおおおおお、痛い、ダメか。あ、ダメだ、腹筋無理だ。前はやれたのにな。やっぱ30代と40代じゃ違うね。じゃあ腕立てていきましょう。38回、いきます。ついて、どうしましょう。ちょっとこれやばいな。背筋でいくか。
ちょっと嫁子くん、俺の足にそのあのあれを乗せてくれ。なんか面白いのしてくれ足に。クソだな。ういじゃ。はい、これでいきます。日記ごめんよ、いきます。今日は背筋で勘弁してください。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。ちょっと待って、きついぞこれ。おめえ何動画撮って遊んでんだよババア。あーいた、あと18回。あー、行きます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13。なんでこんな企画やっちゃった。40の痛風にはきついぞ。あと、え、あと何回、え、あと何回、あと5回か。しゃあ、1 2 3 4。ふう、腕立て腹筋なのにすいません。今日はもうちょっとやって。お前バカなの、お前見たろ今、うちのウサギが寄ってくんの。なんで俺が腹筋すると、あ、ミッキーミッキーミッキー、もうね腹筋無理なんだって。ほらよかったやとかな、よかったやとかな。ありがとうございました。以上です。あの席長かったですね。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことは、インターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。